かっくんテレビ。今日も AKB のライブね、さっき行ってきまして、初めて見に行かせてもらって、いやすごかったね。武道館 3days やってんだよ。ほんとだよ、お客さんパンパン。今日が最終日やったのかな、あれは。なんか一日一日違うことやったよね、あれ、いろいろコンセプトで。それがすごいよな、マジで。いや、いかついよ、マジですげえわ。中身全く違うんでしょ、 3days。 あの人数で七曲がりさんの単独みたいなことしてるよ。逆だろ、AKB みたいなことを七曲がりさんが知らないの、多分。全然違うと思う。七曲がりさんもすごいけど、それ、ひーちゃんが誘ってくれてね、ホンダのひとみちゃんが誘ってくれて、マネージャーの小川君と3人で見てきましたけど、すごいな、AKB は。だってステージで今日のマックス79人よ、79人全員で踊って歌って踊ってる、あれはすごい圧巻でしたよ。圧巻やったな、ほんまに。あんな光景あんまないよね。すごいな、なんか79人よ。うわーってで、なんか、あ、まだあれ、なんか何期生がどうみたいな話して、あ、大丈夫な、あ、今17期生で研究生が、で18期生を募集しますみたいな、こうサプライズ告知みたいな感じで言っとったけど、もう NSC ですやん、もう18期まで続いてる。確かにもうコットンと同期ですやん、17期は。すごいな、すごいよ。ほんで柏木さん3期生って取ったぞ。うん、すげえわ。本当になんか AKB っていう壮大ななんか物語を見とんやろうな、こう。そうだね、なんかね、ずっと続く物語を見とんやろうな、ファンの人らは。って感じがすごいした。いや、すごいグループだね。選抜とかチーム A とか、なんか初めて見たから、あ、なるほど、そういう感じなんやみたいな。すごいな、アイドルさんは。本当になんかね、すごいわ、マジで。どう、すごいな。元気もらう意味が分かるね、やっぱアイドルさんのライブ見ると。そういうことかみたいな。どんくらいのスケジュールなんだろうな、その、なんだろう、選抜とかじゃないさ、分かんないけど。でも劇場あるから AKB は。そうだよね。だからめちゃめちゃ劇場立つんじゃん。そうです。ね、選抜じゃない人たちも。いや、もう吉本ですやん。18期 NSC みたいな感じ入って、前劇場立って。お前、秋元康はもう大崎会長ですやん、もうそうなってて。でも卒業があるから、吉本と違って。そうね、確かに。なんかその最後ね、一応関係者みたいな方がこう集められて、挨拶みたいな、本当アーティストさんあるあるみたいな。大体ライブ終わったらなんかこう通してもらって、なんかこうなんかね、廊下みたいなところ歩いていったら、なんか関係者がこうアーティストを待つスペースみたいなのがあって、そこにアーティストの方来て、今日はありがとうございましたみたいな。ライブ終わりで、ね、まあ、よくあるじゃないですか。なんかもう史上最速じゃなかった、その、その場所に行って本人が登場するスピード、早かったね。さっきまでなんかずっとなんか拍手とかされながら、なんか お辞儀とかしとる合間に俺ら出て、ついて、でちょっとしたらもう来てたから、もうとんでもないスピードで来てくれてんねん。AKB さん全員来たからね。全員来るのかな、ビビった。全員来るのこれみたいな。全員来た。来た時やっぱひるんだ、女子が、若い女子がこんだけたくさん目の前におると、なんか、高校の時みたいな気持ちになってもなんか、分かる。なんかちょっともじもじしてもうというか。で、なんかその卒業した方たちも何人か見に来てて、そこになんか、うわー、なになにちゃんとかみたいな感じで言っとる間とか、マジで童貞みたいな顔してたの、俺が。なんか下見るし、みたいな。で、なんか、じゃあ、柏木さんからご挨拶みたいな、柏木さんが今日あれだしたみたいなことで、わーみたいな。で、総監督の何々さんからご挨拶みたいな、あーみたいな。そして今日は、卒業生の誰々さんも来てますみたいな、おーみたいな。で、あとね、何期生の誰々も来てます、おーみたいな。で、何期生の誰々も来てます、おーってなって、そして、番組でも共演してるニューヨークさんも来てますとか、えっとか言って。
あーみたいな、あーすごいじゃあなんか一言は？はい？一言？いやそんなわけないやん。いややめてくださいよ。なんかマイクとかじゃないの拡声器ね、うん、はいとかって俺渡されてなんか適当になんかもう最高でしたみたいな、もう胸張って帰ってくださいみたいな、わーみたいな、胸張って帰ってく、胸張って帰ってください。志麻さんお前なんつったお前、じゃあ志麻さんつって渡して、ありがとうございました、じゃあちょっと本当一言だけ、AKB は永久に不滅ですとか、すいません滑っちゃいました。それがやばかった、それがやばかったよ。滑っちゃったとか、なんかやばかったそれが。いや違う、敬語で言ったからじゃん、すいません滑っちゃいました、いやありがとうございました。いやそれがやばい。AKB は永久に不滅です、でもなんか潔くさ、なんか滑っちゃいましたみたいな。あんな滑りいらんねん、ほんま必要ない滑りや、この必要ないボケだし、うん、振らないでください、なんあ無理です、あれは無理。久しぶりに味わったあの感じ、あれやばかった、あ久しぶりだな今まで、あれはきつかった、あの申し訳ない、申し訳ない、本当に本当にごめん、ひーちゃん、ひーちゃんマジごめん、ひーちゃん申し訳ない、泥塗ったよな、さすがにあれは、さすがに泥塗った。ちょっと冷たかったか、あの後ひーちゃん俺らと喋ったの。そんな気がした、そんなことはなかったよ、ほんまそんなことはなかったけど、写真撮ってくださいとか言ってくれたけど、なんかちょっといつもより冷たかったような気がするな、うん、いやー恥かしい、もうだから AKB さんであれば今後もまたね機会があって行かせてもらいたいですけど、二度とも挨拶はしません。逃げるように帰ります、ライブが終わったら。なんか差し入れだけその辺見て、うん、あれ全然差し入れも個数足りなかったな、うん、うん、まあ、しょうがない、申し訳ない、うん、小川君が一応マカロン48個持ってきましたとか言ってたけど、79人申し訳ない、言っちゃう、すいません、もう恥ずかしいよな俺らと、本当に申し訳ない、本当にいろいろ申し訳ない、一緒におるの恥ずいと思ってるよ、兄ちゃんごめんね、兄ちゃんマジで距離置こうと思ってる、申し訳ねえな、申し訳ない、恥の多い、恥の多い先輩申し訳ないよ、いや申し訳ねえな。申し訳ないことしちゃったよ、今度握り飯握ってくわ、みんなの分が。いやでも楽しかったですね、絵も見させてもらいました、初めてやったんで、ね、すごかったね、うん、うん、楽しかった、あれすごかった、うん、ノンストップで次から次に衣装チェンジして、うん、うん、かっくんテレビ。